ありましたようにですね、まあ、リジェネラティブ農業という形でゼロカーボンという形でちょっとお話をしたいんですが、ちょっと時間も限られているのでちょっとまあベラベラベラとお話しますけど、大体こういうね、4つぐらいの話をしたい。で、先ほどあの西野さんからですね、炭のプロジェクトというのがあったんですが、結構今、ね、洪水とかあって日本あの小武さんが大変だったと思うんですが、結構炭が有効と、こういう話をしてですね、実は今結構怖いお話が進んでいて、それが実はサイレントアースという形で虫がいなくなっていると。で、まあ、これをどうするのかというので一番最初また工藤さんの方から原農薬という話があったんですが、ちょっとそのあたりからやっていきたいなと思ってます。で、今最後にちょっと教育という話もあったので、あの最初さんのちょっと鍵となるのがやっぱり教育じゃないかと、こういうあたりでちょっと前半を務めさせていただきたいと思うんですが、まず気温暖化結構大変だというふうに皆さん言ってるかと思うんですが、実は長い間のこの地球のですね、生命が誕生してから生命はまあ大体38億年、地球が46億年って言われてるんですが、大きく分けて5回ぐらいの絶滅があったと。でこの5って書いてあるのはですね、白亜紀末といったあのよく NHK スペシャルとかでやってる隕石が飛んできて恐竜ちゃんが絶滅したというあいつなんですが、実は今第6の絶滅ってそれ以上の深刻な時があるんじゃないかっていうふうに言われてます。で、赤のところでペルム紀って書いてあるんですが、これは地質学でいうと古生代と中生代の境目ということなんですが、はい、この時にですね、地球上の 95% の生命が絶滅したと言われています。じゃあ理由は何というとですね、今で言うとシベリアになるんですが、そこの下でたまたますごい噴火が起こったと。ところがまずいところにですね、そのマグマが上がってくる上に石炭と石油と天然ガスがいっぱいあったんで、そこに着火しちゃったと、いうことでですね、いわゆる地球温暖化と、一気に温暖化して 95% の生命が絶滅してしまったと。これは大変ですねということなんですが、この教授のあれによると、今私たちが大気中に出している二酸化炭素というのは、この生命が 95% 絶滅した時の10倍です。こんなとんでもないことをやってると、じゃあこれもうアウトじゃんと、いうことになるわけです。で、先ほど最初さんの方から冒頭で説明をさせて、していただいたんですが、たまたまですね、リージェネラティブという形で今いろんなところでですね、あ、横目に使ってますけども、まあ、大地を再生する農業という言い方でご理解いただければいいと思うんですが、たまたま6月1日にですね、こういう形で、どうやって温暖化を防いだらいいのということでですね、この人は国立環境研究所ですか、国の環境省の研究所の、まあ、専門の研究者なんですが、一番上にちょこっと書いてあるんですが、実は食品ロスと農業、つまり皆さんが冷蔵庫とかで捨ててるようなそういったものと、から農業のあり方を変えると、これがですね、真ん中でこうあるように風力発電とかソーラーパネル以上にですね、こちらの方が大きいと、まあ、こういうような説明をされているわけです。で、これはですね、食料システムと書いてありますが、単なる農業だけではなくて全部ひっくるめると、なんと地球上で出てる二酸化炭素の 40% 近く、これは農業、食料が原因だというのがもう分かってるんです。で、なんとなく温暖化というとね、飛行機乗ってるからいけないんじゃないとか、自動車乗ってるからいけないんじゃないと思うんですが、意外なところで私たちは捨ててるわけです。え、そんなことない、私だってちゃんと買ってきたもの堆肥にして庭でコンポスト作ってるよとか言ってもですね、名前出してもいいですね。例えばここの鶴屋とか言うと、生鮮なんとか食品とか言うと賞味期限があるので過ぎたものは全部捨てたりしてると。だからそういうところで私たちが知らないところでどん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 ロスがあると。で、驚くべきことに地球上で生産された食料の3分の1は私たちの口に入ることなく捨てられてると、こういう驚くべきデータも出てるんです。で、さらにこれは先ほど環境省でしたけど、こちらは農林省の方のやっぱり国際研究機関の人も日本の風土に合った
最先端というのが、まあ、これが地球を救う一歩だというようなことを言ってたわけです。で、なんでという形なんですが、すぐソーラーとか出てくるんですね。地球 SDGs とか温暖化とか言うと、でゼロカーボンって皆さんよく聞くと、でも残念ながらゼロカーボンってゼロなんですよ。でもうこれだけ温暖化が進んじゃってる以上、もう多分ゼロじゃもうアウトなんです。マイナスカーボンにしなくちゃいけないんです。じゃあもうこれマイナスカーボンにするにはどうしたらいいのかって言ったら、実は農業しかないということが今分かってきてるんですね。これは後半でちょっとお話しますが、さらにですね、これはあの東京大学の生命科学研究科というところの生態学の先生で、 NHK スペシャル、あの超進化論ってやってるので、ちょっと皆さん見たかと思うんですが、この間東京の会議でお会いした時にですね、長野県の飯島町で研究されたって、なんでわざわざ飯島なんですかって聞いたら、いや僕飯田高校出身なんですって言ったんで、あそうなんですかということなんですが、驚くべきことにですね、そば、これは受粉率が非常に悪い作物で、周辺に森がないと受粉しないんです。昆虫が受粉してくれないんです。でこの先生がやったのは、きれいに鶏飯を買ったり、適度に草が生えてるところとどちらがいいですかとやったら、適度に草が生えてた方が3割近くそばの収量がアップしたと。そうすると、なんだ除草剤って農業の生産性を高めるために一生懸命撒いてるのかと思ったんだけど、実は撒かない方が生産性も上がるじゃないと、いろいろこういうことが分かってきてるわけです。でさらにですね、これはあの福島大学の金子先生という、まあ、どちらかというとあの土壌学というよりは土壌生物学なんで、ミミズとかそういうのの専門家です。後半の方でこの辺りは、村上新平さんの方がプロなんでお話があるかと思うんですが、この先生のやっぱり研究からですね、耕したりすると土壌生物っていうのがどんどん減っていくと。でそうするとですね、上にあるように不耕起なんとかって書いてあるんですが、真ん中の、左から2番目ですね、あれはあの結構泥を濁ってないですよね。これは何なのかといったら、雨が降っても耕さないと土壌微生物がいっぱいいるので、ちゃんと雨水が泥の中に入って保水されるので洪水も起こらないと、いろいろこういうことが分かってきてるわけです。で、まあ、この、金子先生が整理されたのはですね、これからはですね、やっぱり不耕起、無農薬、これがまあ自然栽培という形になるんですが、まあ、こういうのが鍵になるんじゃないかと。リージェネラティブ・オーガニックという形で、これはあのパタゴニアというですね、アメリカにある、医療メーカーとかで環境に非常に優しいものを作っているところなんですが、こういうところ もう農業をやらなくちゃいけないという形で、こういう国際会議を東京なんかでこう開いているわけでございます。で、じゃあ、リージェネラティブとか耕さない農法ってこれどんな形というのはちょっとイメージが湧かないと思うんですが、これはあの去年の夏ですね、北海道にちょっと行ってきて、レイモンド・エンプさんというですね、アメリカの出身の方がやってるんですが、これはあの要はあの草をこう刈らないでやってるところに羊をですね、こう放してるわけです。それでこれがレイモンド・エンプさんなんですが、これは前回、サーチョさんからご紹介いただいたように、彼がやっているような実践をですね、紹介しようということで、君の根はという形で映画をですね、このエップさんが中心となって翻訳して、こういう映画なんかも、できております。前回これ上映会やった時にちょっと私の方でご説明させていただいたんですが、それでたまたま今日後ろにですね、本屋さんがわざわざこの本をお持ちになってきたと思うんですが、あの有名な土を育てるっていうね、こういう翻訳書が今結構ベストセラーになってます。でこれやってるのが、上に出てるのがこれゲーム・ブラウンってやっぱアメリカ人の人なんですが、こういう形で土をかき混ぜさから土をちゃんとカバークロップみたいな形で覆うと。でそれによって虫とか微生物とか生物の多様性が高まると。で土の中に生きたのを保つと。で5番目がね、ちょっと日本だと、合わないのかなという形なんですが、実は適度に牛とかヤギとか羊とかがいた方がいいというようなこともだんだん分かってきてるんです。
これも実は結構科学的に分かってきておりましてですね、この第一再生実践マニュアルというのは実は後ろに本が来ているかと思うんですが、日本だとですね、今牛っていうのがゲップとかで非常に問題だということで、これからはあんまり肉を食べてたらダメなんじゃないかというのが世界的に話題になってるんですが、これ半分真実で半分嘘なんですね。で、半分真実ってのは何かって言ったらですね、今みたいな飼い方をしていると問題だっていうのはこれは明らかなんです。なぜ？例えばアメリカのコロナの原因になった巨大なんとか、工業型畜産というところで飼ってるところはですね、狭いところに牛が詰め込まれてゲップをしてうんこを出して、そこから糞尿がまたメタンガスを出してという形で、なんとアメリカにある大規模畜産工場だけが、もうドイツ、あの工業国ドイツが出している二酸化炭素全部よりも多いというぐらいのことが言われてるんです。だからこれだけ見ると、だから牛ダメじゃんという形になるんですが、それは飼い方が問題なんだって、こういう形で放し飼いにされてるとどういうことが起こるかというと、ここにちょっと面白いのが書いてあるんですが、これだけかじられるとですね、草死んじゃうんです。ところがこれぐらいに適度にかじられるとどうなるかというとですね、実は大変だという形でより根っこを伸ばすという形で土壌の中にさらにカーボンを蓄積するということが分かってきたんです。これはちょっとなんかこういうことを言うととか思われるかもしれませんが、皆さんって多分ね、田舎にいれば分かると思うんですが、あれ分裂ってするじゃないですか。分裂って言ったら何で起こるのかって言ったらですね、普通の草ってこうやってシューッと上に伸びていったら、その目先の先がポキッと折れちゃったらアウトなんです。ところが稲の場合は先端がやられても脇がどん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 伸びていく。これ一体どうしてそんな形になったのかって言ったら、先端が折れるような事件が草が登場した時に起こったと。今から大体6600万年前なんですが、その時にグーテイ類といういわゆる四つ足動物、牛とか羊とかが登場したと。あいつらがかじられたらこれは偉いこっちゃということで、すると共進化して草というのが登場した。だから逆に言うと草というのはバッファローみたいなやつけど、適度にかじられた方が大地を再生すると、だんだんこういうことが分かってきたんですね。でこういう前半の話ベラベラしてるとどうぞ先に言っちゃうんですが、やっとちょっと墨の話をしたいと思うんですが、実はここに出てるのすごいんです。戦前です。1921年も日本はやっぱり貧しくて化学肥料が高くて買えないといった時に、ちゃんとですね、東京大学なんです、東京帝国大学の先生が北は北海道、南は当時日本台湾まで流入してたんで、そこまで全部調べた結果、どうも炭の中にはアゾトバクターとかアセトバクターとかいう窒素固定菌が住み着く、それによってちゃんと窒素を固定してくれると、こういうようなですね、研究結果が出てるんですね。で戦前はだからこういった日本の伝統が、この足立正先生っていうのは、これ上に出てる台北帝大、今の 台湾大学なんですが、ちゃんとこういうところでこういう炭の研究と微生物の研究をやっていて、それも私の恩師である金子俊恵さんの中に脈々と伝わってきてるんです。ですからもう1920年代の頃から世界の最先端を行くようなこういう研究当時やってたんで、なんか一生懸命 AI とかハイテクとか言ってたんですが、いやそんなんじゃなくてもうちょっと昔のことをやった方がどうなんじゃないですかという形で、もうちゃんと戦前からこういう研究を日本はやってたと。で上はハングルですよね、真ん中台湾です、下インドです。だからもう世界の方が今こういう形でちょっと見ていただくと、みんな根っこと菌根菌っていうのは分かるかと思うんですが、もうこちらの方の研究にガンガンシフトしてきているということなんです。ということで炭が有効ということで、実は東京でも今面白いベンチャーが始まっているというのでご紹介したいと思いますが、これは東京の築地市場の中に大丸というですね、いわゆる青果市場なんですが、流通業者なんです。この方がどういうことをやっているのかって、有機農業発展するための三本の矢という形でですね、やっぱり流通を変えなくちゃいけないと。でどういうことをやっているかといったらですね、今トウモロコシ1個300円ですと言うとですね、高いという形になるんですが、それはトウモロコシだけで売ってるからだと。ところ
例えば福利厚生あるいは新人研修、こういうのとセットになったらどうでしょうかという形で、このダイハルというのは東京にある会社なんで、東京の練馬とか清瀬にある農家さんと連携してですね、農業体験を新人研修みたいな形でやりませんかという形にすると、中途半端な先生の講義を聞いて座学をやるよりもよっぽど勉強になると。それで研修費を会社が割っていくと、トウモロコシ1個300円ぐらいだったらもっと取ってもいいということで、ダイハルもこういう研修ということを組み込むことで儲かると。で、企業さんからすると食品、研修代ってどうしてもかかってるんで、それは変な講師呼ぶよりもさらにお安く効果が上がると。で、農家さんはトウモロコシ300円以上で売れるということで、結構ウィンウィンなんですね。で、もう一つこれにウィンをくっつけようということで、何やってるかって言ったら、名古屋大学の先生が研究した超二酸化炭素吸収バイオタップ、これをお先に入れるというのを新人研修でやってみたらどうですかというとですね、みんな頭の中では SDGs とかやってるんですけど、あ、私今日汗かいて実践しちゃったという形で皆さんハッピーになるということなんで、まあ、これからこういうことが始まってるんですね。これダジャレじゃないですけど、千載一遇っていうのをいろんなナッパと出会えるという形で、福利厚生とか飲食店とか全部つなげると、こういうことが始まっている。このあたりのことを延々と話していると、また吉田太郎さんは暴走して、今日の話は自然農法とカーボンなのだって村上先生から怒られるので飛ばします。で、化学肥料が温暖化の概念だったという、これをこのあたりちょっと飛ばしてですね、今までお話したことをざっと整理しますと、ソーラーイコールゼロカーボン、こんなのは、地下資源を使わせてダメで、マイナスカーボンにしなくちゃいけないって言ったんだけど、じゃマイナスにするためにはどうしたらいいのっていうのは、もともとの炭素っていうのは大地から出てきたんで、それを元のサヤに戻してやればいいっていうと、元のサヤに有機物を大地に入れるって言ったら何言ったら、これは有機農業なんです。ですから、これはもうカーボン吸収で、炭で化学肥料もいらなくなしという形で一石三鳥ということなんですが、ここで鳥というのが出てきたので、鳥でまたつなげて次の鳥に行きたいと思うんですが、地球、実は地球というのは植物と昆虫の惑星だという形で、こんなに昆虫がいるんです。ところが、はい、これは皆さん下に人を入れたんですが、お分かりでしょうか。多分ほとんどの人は分からないと思います。真ん中あたりはちょっと年配の人は知ってるかもしれませんが、一番左の人はですね、柳瀬義良さんという奈良県の五条市にいた素晴らしいお医者さんで、村上新平さんに言わせると有機農業の父というらしいんですけども、はい、大変立派な方でございます。で、この方が実は世界で初めて農薬が危険だということを言ったんです。で、この人が独自に言った後、真ん中に出てるレイチェル・カーソンという人がサイレントスプリング、沈黙の春という本を書かれまして、で、これ一番最初生と死の妙薬という形で翻訳されたんですね。これは本屋さんが出版している時にですね、柳瀬義良さんが同じように農薬が危険って言ったんで、柳瀬さんダメですよ、外国の人をそのパクって自分で本書いたりしたらって言ったら、レイチェル・カーソンって誰って言ったんで、実は全く世界で初めてこの人が独自に気がついたということが分かってるんですか。これをまた話すと延々と10分以上話せるのでちょっとやめます。で、真ん中がレイチェル・カーソンで、それを日本で、レイチェル・カーソンと言われているのが作家の有吉沢で、彼女が複合汚染と書いたことによってようやく有機農業が広められたんですが、今この沈黙の春から沈黙の地球にという形で一番右にいるのがデビッド・グルーソンさんという方で、サイレント・アースという本が出てるわけです。で、なんでというとね、下のところに先ほどの繰り返しありますが、もうペルム紀に近いぐらいの絶滅の危機に瀕していると。で、実は真ん中に恐ろしい数字がいっぱい出てますが、90% とか 70% という形で春になったらさえずるような鳥が今いなくなっている。で、カーソンさんの時にはこれは農薬だったんです。で、今
お役人さんとか、いや昔に比べると DDT とか違って今安全ですから大丈夫ですとか言うんですが、問題は何なのかといったら除草剤なんです。なぜ除草剤が湧くと雑草が枯れます。でも雑草って何って言ったら、これ昆虫の餌なんです。で昆虫は誰の餌になって言ったら鳥の餌になってます。つまり除草剤撒くということは鳥が食べる餌をなくしているということですから、だから鳥が減っちゃうのは当たり前なんです。ということで、この大津町は果樹の産地なんで、果樹ってそもそもなんで誕生したのという話を、若い人に、言うとですね、私たちが美味しいものを食べたいからっていうようなことを言う答えがあるんですが、これはハズレじゃないんです。かなり私たちというのに生きとし生けるものも加えるとこれ正解なんです。例えばここにある下にあるこれ大コウモリなんです。これマンゴーが好物なんです。だからマンゴーってなんでこんなに甘いものを作ったのかって言ったら、別に美味しいマンゴーチップ作るためじゃなくて、トウモロコシって飛べるじゃないですか。で植物って動けませんので、子孫を遠くまで繁栄させたくても下にポチッと落ちるしかないんですよ。ところが大コウモリに食わしてもらうと、これ空が飛べるので遠くまで行って、それでうんこと一緒にポタッと落としていただくと、うんこって肥料じゃないですか。だから肥料と種セットで箸してくれるということで、これはいいという形で、実はこういう形で進化したっていうのは大体分かってきてるんです。で実は皆さんお好きなアボカド、これをですね、人類がこれを滅ぼしちゃったって言われてるんですが、こういう巨大な大ナマケモノ、これが食べるためにこういう巨大な種が進化したってことが大体分かってきております。はい。で、いよいよ花になるんですが、今ね、花ってなんで咲くの？皆さんが目を楽しませるためとかいう人がいるんですが、これはちょっと半分当たりなんですが、実は昆虫を楽しませるためで、カサマガサの生き方はやめようって書いてあるんですが、これまさにこの通りでございまして、イチョウというのはこれ古代から生きている植物なんで、銀なんて下にポタ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 落ちるだけなんです。ところが松になると、松ぼっくりってどうなのかって言ったら、羽プロペラをくっつけてこう飛べるようになってる。でこれがだからいわゆる古代の、いわゆる裸子植物といったやつなんですが、その後必死植物、喧嘩植物というのが登場してきます。例えばこのラフレシア、ね、地球最大の花と言われてるんですが、これ腐った、ね、なんか臭い匂いが出るらしいんです、ちょっと私嗅いだことないんですけど、そうするとどうなるかって言ったらね、ハエがなんか腐った肉があるんじゃないかって言ってプーンって飛んできて、でもなかなか餌がないんであっちのこっちの動き回ると花粉をいっぱいくっつけてくれると、こういう形でですね、どんどん進化してきてですね、一番進化しているのが蘭でございまして、こういう花を咲かせるんですが、これなんとですね、メスの蜂とそっくりの形をしているんです。だから男性の蜂が騙されてですね、あ、彼女がいたって言って一生懸命ここに格闘するんですが、これはただ受粉させるだけと、なんてひどいことやってるんだろう、はい、という形でですね、驚くべきことに私が住んでいるこの陸上っていうのは昆虫生態系と一緒にできてきたということが分かってきてます。で受粉だけじゃなくて、虫との昆虫との植物のバランスでも 大事で、この辺りはもうたっぷり村上さんが話してくれると思うんですが、実は深刻な影響を及ぼす害虫っていうのは虫の中でも 1% くらいなんです。それ以上は以外は逆に適度にかじることによって植物の側の多様性を癒やしているというようなことも分かってきてるんですね。でさらに物質循環というのもこれ大事でございまして、これこんな綺麗な色をしてるんですが、彼何食ってるかって言ったらうんこ食ってるんです。このふんころがしでないと実は大変ということで、例えばちょこっとだけ話しますと、オーストラリアというところは乾燥しているので、乾燥したうんこに適したふんころがししかいなかったので、ここに人間が牛を持ち込んだら、牛のうんこってべちゃべちゃなんでふんころがしを分解できないんで、驚くべきことに毎年東京都の面積だけふんが拡大
状況になったんで、この先生が慌てて気候が似た南アフリカからフンコロガシを導入したら一挙に消えたということなんですが、まあ、これはもう生物の移動という意味でどうだったのかって非常に問題なんですが、はい、で今ではこの虫がどうなっているのといったら、ネオニコチゴイ、これによってハチちゃんがどんどん死んでるということなんですね。でこれはあの致死量って直接殺すだけじゃなくて、これが入ると脳がおかしくなるみたいで、家に帰ってこれないとかですね、から花が見つけられないとか、いろんな障害が起こってるんで大変なことになってる。でさらにですね、真ん中がすごいんですよ。免疫系が損なわれてウイルスにやられる。なんかね、この蜂を人とかに文字変換したら、このあたりはですね、結構データ出てるんですが、ちょっと私は医者じゃないんで言えないんですが、蜂だと結構こういうことが入れてるということなので、大変でございます。で、さらに先ほど言いましたように、グリフォサートをまくことによって、こちらも免疫力が低下するし、餌がなくなるということなので、もうどんどん減っちゃってると。こういう深刻な状況になります。さらに、化学肥料もまく。どういうことかというと、これをまくとですね、こういう花が咲かない、こういうような草ばっかりになっているので、逆に言うと、いろんな昆虫が住めなくなっちゃう。だから、今、地球はサイレントスプリングならぬ、サイレントアースというような大変な状況になってきているんですが、これを引き起こしている原因って何って3つ挙げると、ネオニコチノイド、グリフォサート、アンデ化学肥料という形で、なんだこれ、近代農業さんが全部やってくださってるじゃないか、大変なことになっちゃう。はい。で、ここからちょっと少しハッピーな話に戻していかなきゃいけないんですが、じゃあどうしたらいいのという形でですね、今、有機学校給食の出発点という形で、いすみ市、長野県、100% 有機給食という形でこう、盛んになってるんですが、なんとここはですね、もともと有機農業を出発することではなかったんです。最初の出発点はコウノトリが飛んできてくれるような環境を守られるような水田を作りたいねという形でやってきたんです。でその結果、まあ、成功したと。でここのベースになっているのがやっぱコウノトリの豊岡市なんです。でさらにですね、この真ん中にちょこっと書いたんですが、一番最初に全農法有機農業でこういった実験をやったときに、わずか5社だったんじゃないかと思うんですが、そこを転換したらわざわざコウノトリがそこに飛んできてくれたっていうことですね。それで励ましてくれたっていうのでやる気になったと。これはあの太田敏さんの、いただきます映画に出てくるんですが、そこで悪口でございます。この答えは4月10日に長野県上田市にまさに来たんですね。それで真田幸村にちなんでわざわざゆきちゃんって名前をつけたんですが、もうこんな、ところはちゃんとネオニコをまいてカメムシを防止しなくちゃいけないって大量にまいたらなんか来なくなっちゃったということなんですね。でここに出てるのが、実はいすみ市でなんで雪の日がスタートしたのって言ったら、前の千葉県知事のここに出てる堂本さん、この方がですね、生物多様性が大事だって言ったんですが、当時太田伊吾市長は全く理解できなかったんですが、堂本さんがやっぱり頑張れって言ったので、それがベースになったんです。でこれはたまたま元県の、長野県副知事の中島さんと堂本さんがあの上田市でこういう話をしてるんで、私はまあツーショットで、まあ、よかったって言って写真パチッと撮ったんですが、ちょっと上田はこういう惜しいことをやってるわけです。で実はコウノトリってね、一回もう絶滅してるんです。ただロシアからやってきたやつを、復活させたということで、秋篠宮ご夫妻がですね、こういう形で訪朝という形でですね、コウノトリ話してるんですが、まあ、今、100羽ぐらい増えてるということでございます。で今いすみ市の方は有機給食という形で進んでいったんですが、本家本元の豊岡市の方もですね、遅ればせながら今年の春ですね、
オーガニックビレッジ宣言っていうのをやって、今までは減農薬米は出してたんだけど全部有機給食米やる、こういうことを、まあ、宣言されてます。でこれはこれで素晴らしいことなんですが、じゃあなぜ豊岡市でこういうことが起こったのと言ったらですね、これはこれでちょっと大伏と重なるのかなという形で感動を私はしたんですが、実は今気候変動というのは大変なことになっています。で豊岡もコウノトリが住んでるみたいに平らでこう湿田みたいなのが多いところだったので、洪水が起こりやすいんですね。で2004年に大変な洪水が起こった時に床下浸水、床上浸水で大変な被害になった時に、小学生の子どもたちがいろいろ考えたら、二酸化炭素が増えてるから気候変動が起こるんだったら二酸化炭素を減らしたらいいんじゃないかと。でさっき言ったように、だったら有機農具じゃないと、たら、あそうだ、有機農産物をたくさん食べればいいんだという形で、わざわざコンビニに行ってですね、有機農業のこのコウノトリ米で作ったものをおにぎりで売ってくれませんかって言って小学生たちが お願いに行ったってですね。そしたら店長さんは困っちゃって、いや君たちが言ってることは正論なんだけど、私の一存じゃ上が決めるんで、あのできないからって言って、まあ愚痴みたいなこと言って、で小学生がどうしたらいいのって言ったら、偉い人に誰か決めてもらえばって言ったんだ、あじゃあ偉い人に行こうって言って、中田市長に今言う学校給食で入れてください、つまりパブリックプロコメントですから、まさに正解のことをやった。それで、市長はですね、これこの間怒っちゃったんですから選挙でね、やっぱり子どもたちが積極的に動くと大人が動きますと、大人の価値観は強固ですが誰もが孫の話になれば変えますと、このあたりちょっと教育の話にいきたいと思うんですが、今のことをベラベラベラっとまとめるとですね、いすみっこっていうのは千葉県は有機給食っていうのが有名で、なんかそればっかり今盛り上がされてるんですが、ベースは違う、別にブランド化したいんじゃなくて、コウノトリの飛んでくるような街づくりをしたいなって言ったら、結果としてブランド化できたということです。キロ700円ですね。今もう売り切れ状態です。はい、で、生物多様性の保全は、堂本元千葉県知事がやったということですね。ちなみに余談ながら、千葉県の知事は、小諸市に月の3分の1は住んでいます。なんでかというとですね、戦時中に空から焼夷弾が降ってくるっていうので疎開をしてまして、その関係でですね、あ、加計温泉って知ってます？あ、行くのかな？あそこにね、斎藤旅館ってあるんですよね。マンション買っちゃったんですね。だけどまあ忙しい方、まあお元気なんですが、月のうち10日ぐらいはですね、信州の温泉にゆっくり浸かって、あとは対外的な活動されている。あ、余計なことばっかりする。はい。じゃあここでですね、じゃあ総論はいいことは分かったと、どないしたらええねんということで、この サセクス大学のデイブ・ブルーソンさんの本を読んでですね、非常に私は感心したのはですね、まさに私が普段感じている通りのことから言ってるんですね。つまり環境の危機のために何とか啓発したい、こういう形で講演をしたい、だけど結局来るのってね、もうすでに環境にある程度関心を持ってる人しかいないんで、自己満足なんだよということなんで、じゃあ今度本を書いたと、論文も書いたと、結局学者しか読まないし本も買ってくれたんだけど、結局これもすでに環境に興味を持ってる人しか買わないと、じゃあ政治介入はどうしたらいいのって言っても政治家はほとんど関心がないと、で大学生に教えようと思ってももう経験がないと、じゃあどうしたらいいのと、でもう小さい時から刷り込みをするしかないということで、小学生とか幼稚園に対する環境教育、これが遠回りなんだけど一番大事なのかということ、それで白熊が温暖化でいなくなると、あるいはもう雪氷がいなくなると、そういう話をするとあんまりにも問題が複雑すぎて絶望感にとらわれる、熱帯雨林だ、そんなこと言ったところどうしようもないじゃない、だけども無力感に襲われないためには明日からあなたもすぐできることってあるんですよというのは何って言ったら、要はネオニコをまくのをやめてグリフォサートをまくのをあなたのベランダでとりあえずやめれば昆虫ってすぐ復活しますと、だから絶滅しかかってる蜂も復活させることができると、
ということで、早速この間私も山で、ちょっと市民農になってるんで、日本蜜蜂症のあの箱を置いてきたんです、うん、全然入ってないですね。残してないです。だからちょっと家庭菜園もですね、もうこの間種からきちんと、ズッキーニ作ったんですが、もう全部かじられちゃって、いや吉田さんの話は総論はいいんですが、実践例をとかやってちょっと、いやもう写真はみっともなくて追いついてきませんっていう話なんですが、先ほど村上さんと話したら、なんか今年は無理見舞いが大発生ということなんで、私のせいじゃないのかなと思ってで、余計思ったんですが、じゃあ昆虫を孵化させるにはどうしたらいいって言ったら、これサセックス大学が研究してるんで、日本でもぜひこういうデータが欲しいんですが、実は昆虫が一番多いのは自然保護区でもどこでもなくて家庭菜園だと。なぜってこれ雑然としたものがごちゃごちゃいるので、そうした空間にやっぱり虫がいっぱい住めると、そういうことを考えたらですね、やっぱりやれることはいっぱいあるということなんですね。でいよいよだんだん最後のお話になってくるんですが、実はこの FFPJ という横文字になってるんですが、これは実は権威付けという形になりますと、国連というのはですね、今小規模家族農業年というのを言っていて、世界各国がこういったものを推進していかなくちゃいけないという形になってるんですが、日本はちょっと残念ながら遅れておりまして、なんとか日本でもこういったものが必要だという形でこの FFPJ というのは発足してるんですが、これを日本を代表する方が次の講師であられる中野慎平さんが一応代表になってます、まあ、で彼がこの総会とご挨拶されたんですが、私はそれただオンラインで聞いてただけなんですが、ここでやっぱり農工大の3年の小賀さんっていう、ね、学生さんが林業をやってて、いやこんなプレゼントをしててすごいなと思ったんですが、要は何がいい、ここでこんなむちゃむちゃ書いてあるのが言いたいかというと、いやもう結構頭では僕らも SDG とか分かってたけど、というかね、現場がないんですよと、スマホとかじゃなくて実際にやれるとこ欲しいですって言ったんで、あやっぱりそうなんだということで、なんとなく分かったということなんですね。ということで昆虫がいない世界の犯人はということで、こういうことでさっき言ったんで、じゃあこれどうしたらいいのと言うとですね、あちょっとまた話が飛ぶんですけど、 あと数分で、じゃあちょっと実はですね、今世界食糧システムサミットというのがもう数年前にやっていてですね、ここの中でですね、大きく分けると2つの対立軸があります。1つ有機農業生産量が低い、いやこれはまあ多分事実でしょうと、で食糧世界の人口が増えてると、これも事実でしょうと、で狭い収量の中で人口が増えてるから、あの貴重な森を切り離さない限り人類は餓死しちゃうと。そしたら森がなくなったら、あの昆虫が鳥がいなくなっちゃう。だったら狭い面積で観光農業に匹敵する収量をなおかつ安全に作れれば解決策なんじゃないと。この安全なのがゲノムと AI なんだというのが論調なんですね。でこれに対して違うということをちゃんとアメリカなんかでも言ってると、なぜこんなことをトム・ウィルサック長官言ってるのって、そのあなたはバイエルとかモスカとからお金もらってるからなんじゃないのと、先ほど言ったように3分の1のゴミも口に入ることなく捨ててるんだったら、それを無駄にしなければええやんというような議論を、まあ、世界的に言うとちょっとバトルやってると。で今のこの前半の議論って多分県あたりからでも出てくるかもしれないですが、このデーブ・グルーソン博士の本を読んでたらなるほどなと思ったんですが、要は自然保護の空間を設けると自然が守られるっていうのは一見すると正しいみたいなんですが、もうドイツで研究した結果、いくら自然保護区撒いてもその周辺でネオニコとかラウンドワークを撒いてるとダメという結果が分かっちゃった。でなぜってね、昆虫のみんなと考えてみてください。ここからここまでが自然保護だから、この中で暮らしてください、外は農薬撒いてるから危険ですよって言っても、ブーンって飛んでっちゃうんです外。そこで汚染されて農薬を濃縮してまた帰ってきちゃうんで、やっぱり減っちゃうと。それ考えるとやっぱり撒かない家庭菜園みたいなところはやっぱりゲリラ的に増やすしかないんだというのが結論でございます。でさらに有機農業だと
生産性が悪いんじゃないのということなんですが、逆に言うとだから雇用を増やせるじゃないと、このあたりもかなり本質です。今、ね、なかなか AI が進歩すると雇用がなくなるとか言われてますけど、有機農業にやると草を取ったりいろんな管理をしなくちゃいけないんで、かえって雇用が作れるということで、このあたりもちょっと数字が出てます。で、そのあたりを総合的にやってるっていうのがバングラディッシュなのかなということでございまして、で最後じゃあ解決策という形で2つだけ申し上げたいと思いますが、どうしたらいいのって言ったらですね、北欧とかはかなり今勇気が展開してるんですが、これお金が必要です。でどうやってその財源をやるのって言ったら、ノルウェーとかデンマークって非常に分かりやすいんですが、もう農薬って危険だし体にも悪いんだったら、いや使っちゃダメというわけじゃないんだけど、使ってもいいから課税します。でそこで得た税金は有機に転換した人に出します。でなおかつ有機農家としてアイディアを交換してくださいということなんですね。でもう一つというのが、一番最初に工藤さんが言ったこの原農薬ということなんです。昔のこの原農薬ってあと運化とか話題だったんですが、今カメムシという形で反転米という形が問題になっているので、これは石川の NPO が頑張っているのでちょっとオンラインで撮ったんですが、これはみんなで生物をこう調査してるんですね。やっぱり空産をするともうめちゃめちゃ生物体数が減っちゃうということなんで、それでいろいろ調べたらですね、驚くべきことにカメムシは調べたら一匹もいないのに撒いてる。なんでって言ったら、農協に言われるから、みんな使ってるからと。つまりもともとやる根拠がないことを、やるっていうことはやっぱり大事なんじゃないかと、いうことを言ってるんですね。こういうバカバカしいことをまだにやってると。だからこれは農薬がダメって言ってるんじゃないんです。カメムシの防除のために農薬を撒かなくてはいけないんですって指導機関が言うから、いやおっしゃる通りですよ、カメムシがいたら撒きましょうと。でもいないんですけど、ただもうそこで減らせられるということなんです。ということで、宇根豊さんという方がですね、原農薬運動ということをやってるんですが、それがですね、虫見番というのがありまして、それでポンポンって稲を叩いてですね、実際にいたら撒いてくださいと、で実際にこういう形で、調べることによってですね、昆虫がどうやって生きてるのかと、そういうのが分かってくると、いうことなので、やはりですね、今までの有機農業運動ってなんで今まで広まらなかったのっていうと、協調主義的とか言わないんだけど、こう農薬がダメと、いうふうに言うとですね、いや必要だって形の対峙になっちゃうんです。とか梅さんの育ち農家って虫見番を調べることによって、いや虫がいたらもう撒きましょうと、原農薬でいきましょうと、でも調べたらいないんだけどって言ったら、これは撒く必要がないじゃないですか。こういった当たり前のことがですね、こういう形で虫見番でやってるんですが、やっぱり第一歩としてですね、必要なのかなということが言ってます。で、最後にちょっと斉藤光平さんの言葉で、終わりにしたいと思うんですが、まあ、彼は素晴らしいことを言ってるんですね。どういうことかって言ったらですね、構想力というのは長年の修行によってまあ身につけたという形で、要は頭で考えていることと実践することが乖離すると結局労働の内容が無内容になってくると。このあたりがですね、まさに宇根さんが言ってたことになって、ただ上から虫がいると危険だから撒いてくださいって言って自分で判断しないで、ただ言われるままに撒いてたら、それ百姓だってつまんないじゃないですか。で実はこれ指導機関と言われてる副教員さんの人も実は面白い労働じゃないということを宇根さんは言ってるわけです。つまり本来の副教員だったら農家さんと一緒になってこうやって虫を検査して、いやそれはあなただって経営が大変だから虫がいたら撒きましょうよと、でもいなかったら撒くのをやめようという形での、判断、そういうことをやることによって実は仕事が面白くなるんじゃないでしょうかということなので、やっぱり自分で判断するというのが一つのポイントかなと思います。ということで、最後斉藤光平さんの言葉で終わらせていただきます。
とりあえず前座を務めさせていただきました。以上でございます。ありがとうございます。